うわ、蛇だ、蛇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 。はい、おはようございます。今日はですね、電気を作りたいと思っています。一軒家はですね、夜になると街灯がないので、もうこの辺一面ですね、真っ暗になります。恐ろしいぐらい暗くなるんですけど、日によっても実は変わってきて、月が出てる時は月明かりでなんとか明るいんですが、月がない時本当にもう闇に包まれます。辺りが真っ暗になるので、街灯をつけて夜真っ暗な問題を解決していきたいと思っています。その際にですね、電気が必要になるんですが、電気を生み出す方法として太陽光発電とか風力発電、水力発電といったものが使われていると思うんですが、太陽光発電はですね、太陽光パネルがないのでできないです。風力発電は以前もお話ししたんですが、一軒家の地形がですね、山に囲まれている地形のため、風がですねほとんど吹かないです。今日もですね、そよ風ぐらいが吹いてる感じなので、風力発電はですね、ちょっとこの場所では厳しいと思います。なので今回はですね、水力発電を使って電気を生み出したいと考えています。電気を生み出すために必要となるのがモーターになります。モーターっていうと、身の回りだと扇風機とか換気扇とか、パソコンの中に入っているファンとか、いろんなところでこのモーターが使われていると思うんですが、このモーターはですね、電気を生み出すこともできるんですね。この電気を生み出すことができるモーターをですね、探していきたいと思います。モーター、やっぱ家電製品ですよね、普通に考えて。モーターか、おっと、冷蔵庫。大家さんがよく廃材持ってきてくれるんですよ。あ、なんか後ろに回路図が書いてますね。モーター入ってんのかな。保留ですね、これ保留。あとは隠し部屋か。ここは本当に襖だらけなんですよ。家電か。あ、待て、こたつだ。こたつは多分電気流してその熱で温めるみたいな感じですよね。多分モーターないんじゃないですかね。隠し部屋もダメか。うわ、ヘビだ、ヘビ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 、でかっ。なんで、怖っ。早い早い早い、待って、でかっ。見えますかね、ヘビヘビヘビ。うわ、逃げた、下に。うわ、来た、出てきた、怖っ。あ、青大将じゃない、今の違う。なんか山かかしってやつに見えたんだけど、毒蛇じゃん、これ。やば、鳥肌立った、怖っ。赤と黒の模様をした蛇だったんですよ。山かかしっていう毒蛇かもしれん。でもあいつ結構臆病だったな、すぐ逃げていきよった。危険すぎるだろ。普通に倉庫も入りたくないんだけど。なぜかカエルが乗ってる。ちょっとどいてくれ。うわ、やばい、もうヘビいたから最悪、今日もっと怖い。よっしゃ、行くか。モーター、モーターありますかね。あ、でもなんか電化製品っぽいのあるな。ガスコンロと下、なんかこれ、やば、これテレビだ。
これは超古いぞ。ちびまる子ちゃんとかで見たことあるわ。なんか回すやつ、すげえ。初めて見たぞこんなの。これなんかメーカーないわ、ソニーとか。あ、NEC だ。カラーテレビジョン受信機。インスパイアーザネクスト。あれはシャープか。は、取っ手みたいのついてる。面白。テレビに取っ手ついてるの俺初めて見たんだけど。多分モーター入ってないと思うこれ。ダメだったか。洗濯機だ。洗濯機があるぞ。おお、これあれか、二層式洗濯機ってやつか。ナッツ、めっちゃ久々に見たんだけど。自分のおじさんが事務所で使ってましたよこれ昔。ここで洗ってここで乾燥させるんですよ。東芝銀河って書いてる。これもあれか、昭和か多分。あ、昭和だろうな。いやいや待って、洗濯機モーターあるよ。いやこれモーターついてるよ、回転するもん。これ保留保留、一応全部見た方がいい。あ、これこれヒーター。はは、洗濯機もう一個あるんだけど。うわ、開けるの怖。これも二層式やん。これも銀河って書いてるわ。じゃあこれも東芝か。東芝推しですね。いやこれ 100% モーターついてるよ、絶対ついてる。どれか一個分解してみるか。どれがいいかな。雰囲気的にこっちの方がなんか新品な感じはするけど、場所が壊れたものを置いてる感じがする。もし使うんだったらこっちに置かないですよね。こっちは五右衛門風呂の隣にあるから、こっちから家の中から入ってきて多分回してた感じがする。壊れてそうな疑いが強いやつでいくか。壊れてても多分モーターは発電するだろう。あ、そんな重くないわ。はい、運び終わりました。結構外に出してみると新しい感じはしますね。ということでこれを分解してモーターが入っているか見ていきます。お、なんかあるな。なんかコイルっぽいのが見える。これモーターじゃないか。え、これどんな下外すの。なんとかですね、分解できました。こっちがあの洗濯物を入れるとこで、こっちが乾燥させるところ。この下にですねモーターと思われるものがついてました。モーターから車輪みたいなところにつながって回る感じですね。で、こっちのやつはですね取れない、くっついてますね。こっちはモーターをですね手で回して電気が流れるかっていう実験をやります。で、テスターですね、テスター。電気を測る機械なんですけど、さすがに一軒家にないので買いました。これをですね使って電圧ですね、何ボルトあるのかっていうのを測っていきます。例えばこの 1.5 ボルトの電池だと 1.6 ボルト。モーターから3本線が出ていて、こういう感じでテスターの棒を刺してます。じゃあ回します。出ない。メモリちっちゃくしてみるか。ボルトなんですけどちょっとミリボルトに変えてみます。あ、若干、あ、若干出た、若干出た。
これダメかもしれんな。これちょっとやばいっすね。うん、1ミリボルトとかですね。これダメだな。超絶秘宝です。このモーターですね、誘導モーターってやつっぽいです。でこの誘導モーターはですね、発電機として利用できないそうです。発電機として利用できる DC モーターっていうのがあるんですけど、それとはまた違うモーターらしいんですよ。これ相当ショックっすね、マジでやば。ちょっと考えます。ちょっとですね、作業がストップしてたんですが、いろいろですね考えた結果、モーターを作っちゃおうっていう結論になりました。できるかわかんないんですけど、まずは一回挑戦してみます。ということで、いくぞ。最近廃材が増えました。これを使っていきます。完成しました。手作りモーターですね。ちょっと説明をすると、これがですね洗濯機から取ったエナメル線ってやつなんですけど、それを巻いて両端に磁石 N 極と S 極があって、回転すると電磁誘導によって
電気が流れるっていう仕組みですね。このコイルから出た2本の線が洗濯機のタイマーから取り出した銅板につながってます。この両端ですね、触れるとこの2つに電気が流れてくる予定ですね。ということで早速ですね、電気が流れるか実験していきましょう。単位はですね、ボルトとミリボルトがあるんですけど、ミリボルトでやっていきます。じゃあ回します。せーの、流れてる流れてる、待ってよ、待ってダメだ、うわー、ちょっと待ってよ、あーこれダメかも、これ電気小さすぎますね。逆回しはどうだ、逆回し、もっと流れなくなった。逆、こっちがいいな。これダメだ。うわ。これですね、電気流れてるんじゃないのって思うかもしれないんですが、流れる電気がめちゃくちゃ今少ないんですよ。4.7 ミリボルト。1.5 ボルトの乾電池の100分の1とか。多分豆電球もつかないんじゃないですかね、これはやばいっすわ。これ相当難しいな、マジで。ちょっとどうするか考えます。モーター作りなんですけど、ちょっとですね、改善点が、今のところちょっとわからない状態なんですね。おそらくまたちょっと作ってもほとんど電気が流れない可能性が高いです。なのでちょっと残念なんですが、今回は市販のモーターを使って水力発電をやっていきたいと思っています。ちょっと自分でモーター作ったらですね、かっこよかったんですがなかなかそう簡単にはいかないですよね。ちょっと悔しいんですけど、挑戦することが大事なのでね、これはこれでいい勉強になりました。このモーターの、ダメな点について皆さんコメント欄で教えてください。お願いします。そして購入したモーターがこちら、ドン、拳台ぐらいのモーターですね。3000円しました。回転します。わー、すごいすごいっすね。やっぱ乾電池1個分ぐらい出そうっすね。 1.5 ぐらい。あー、何が違うんだろうちょっと悲しくなるということで次は水力発電、水車が必要ですね。